入れれるもんは全部詰め込んで、新メンバー今日帰って企画、うん、やばい、明日って時間ない、はいし、はい、楽しみ、ペロ、名古屋来て、今まだやろ。いやマジさ、名古屋行きやすいよね、うん、よし、オッケー、弾丸名古屋、名古屋さん行きますよ、難波から近鉄の火の鳥乗ったらすぐ着きます。火の鳥めっちゃ押すやん。M だって新幹線より安いやん、うんうん、だからさ、はい、もうだって言うて春からも弾丸やから、ね、そう間違いない、うん、そう、もう行って帰るから、もうみんなもうそれでしようやん、マジで。どうも、こんにちは、なぎさ最高、ちょっと生で見た方がいいと思う、そうやね、うん、だって配信ないもん、そうやで、なぎさ最高まだ見れないんですよ、うん、そうですよ。そっか、明日初めて披露ってこと？やばい、ちゃんと踊れるかな。踊れるよ。ちゃんと踊れるかな。振り覚えてるかな。でも名古屋でしか見れないものもいっぱいあるもんね。確かに。それはそう。しかも配信ないから、うん、明日の目で焼き付けるしか、うん、そうやで。明日にしか見えないものとかも絶対あるし。やばいね。もうこれは絶対見た方がいい。見なきゃ。配信やってアーカイブあったらさ、別にさこんなに押さへんけど。うん、名古屋でしか見られへんってなったら、こなんお昼と思う。そうです、今お昼が配信ないからな。そう、うん、ちなみに羽田も羽田はちょっと、うん、逆に見てもらうの泣いちゃうかも、ね、羽田見、うん、そうやね、見てもらうの泣いちゃうかも、確かに。羽田をガチ見て、辛すぎて泣いてガチ見て、半分くらいになりながら頑張るから、身を削って頑張ってる、マジでめちゃめちゃ身削った。名古屋はさ、どっちかってみんな楽しいわよ、うんうん、みんなに見てほしいけど、うん、東京、羽田はちょっと身削ってメンタルもな、みんな細い、なんかよう頑張ったなっていう目で見てほしい。メンタルと体力と全身全体でちょっといろいろ削ってるから、うん、羽田も見に来てほしい、ね、うん、ね、ちょっと見てほしいような、見てほしくないなんというか、確かに大変すぎてな、まだ出来上がってないから、まだちょっとさ、見てほしいって言えるレベルではないよ、複雑なんよ、まあ、仕上げてこ、うん、頑張ってな、まあ、とりあえず名古屋でね、うん、名古屋も完璧なんで、名古屋は名古屋完璧よ、もう楽しむだけ、いやほんまに名古屋は楽しむだけそうや、企画配信、ペロちゃんや、ペロちゃん全然、ペロちゃん、いや絶対さ、ここ通ったらできないやん、ペロちゃん、はい、同期たち、はい、ペロちゃんの同期たち、次のおにぎり何やと思う、おにぎりの具、ペロちゃん、昆布、昆布、昆布、うん、明太子、必殺技はピロピロ、うん、特技何やと思う、あの子、ピロピロ、全部ペロちゃんって書こうかな全部ピロピロでいい、確かに全部ピロピロって書こうかな、ペロちゃんは適当なペロちゃんは今日も頑張って踊って寝て、うん、寝てなかったで、なんか寝てなかったな、寝てなかったの、ピロピロは意外と不規則な生活してるから、めっちゃ不規則なんです、あの子心配、体がマジで、それだってさ、しかもさ、うん、一回さホテルでさ集まったことあるやん、ドラさんマッキーで、うんうん、でドラさんマッキーでみんな、うん、みんなじゃない、何人かで、何人かで、ハルちゃんもなかった気がする、ハルト来やんかったよ、おー、違う違う、読んだけど来やんかったよね、やっぱやめとくとか言って、そう、やっぱいいわとか言って、そう、読んだけど来やんかった、みんな私が何も早く寝たかったから、うん、なんかとりあえずお風呂入ってから来てって、うん、そうそうそう、全員にな、うん、3日なんかいっちゃ早かった、お風呂入ってきて、うんうん、そう、で、あの誰か、でも原さんが解散するんじゃないかぐらいの時に、うん、髪の毛びっちょびちょって2、3時間後くらいびっちょびちょのマスク、何へパック、うん、パック姿で、うん、で、あのだか、あれ羽織ってガ、ダウン、ガウン、ガウン、ガウン、でもさ、その2時間何してたんっていうのが一番恐怖じゃない、なそうお風呂入るだけ、いや何してたんって聞いても、分からんとしか言わんねん、めちゃめちゃ怖い、分かるかも、お風呂入るまでめっちゃ時間かかる、え、時間かかるけどさ、メンバーに会いに行くって予定があんねん、集まるっていう、じゃあ早く入ろうって、ピロちゃんはマイペースやもん、もうマイペースの極み、うん、極みなんか初めて会った、マイペースな、マイペースな人に、あれピロピロやから許されるよ、うん、そう、もうそういう子そういうものやから、そう、あ、ピロちゃん遅くなったねってなるだけ、そう、まあまあまあ、いいとこなのよ、そう、
マイペース。でもさ、そのうちらがさジュース取りに行こう言うて、うん、でちょっとね、なんかその建物が、うん、こうレッスン場が例えば、うん、じゃあ5階やとします、うん、5階で、で飲み物の場所が7階やとします、うん、で7階行こうか言うて、うん、で私も行くって言うけど、全然今から先私ら行くんですよ遅いのね、来るのが。そう、ほんで私らが全員飲み物を買った後にピンって一人で来る。でももう私ら先降りる待たへんって結構だってこの4人せっかちじゃない、うん、そうやね、めっちゃせっかち、うん、私せっかちじゃないよ。いや、せっかちやね。私あのな、うん、言うとくわ、あの、うん、エレベーターのボタン連打したことないから。いや、それはこれとは違うよでも確かに準備遅いかも、レイコちゃん、めちゃめちゃ遅いね、意外準備。そうやで、じゃあロッピー3人がせっかち。あ、なるほどね。そう、ここがせっかちやね。めっちゃせっかち、うん、リハーサルもせっかちやしさ、まあ、とにかく早く早く何でも早く言いたい。なんかさ、下りそうなったらさ、みんなで、はいはい急になんか進めようとするから、はい、わかりました、はいはいはい、あ、オッケーです、はい進めようとするから、わかりました、はい。たまにさ、質問されてんのに返事しちゃうみたいな適当に返事してそれはやばいそれはもうせっかちとかじゃなくて聞いてない聞けよ、ちゃんと話を。シンシンはたまに寝てるからな、たぶん。シンシンマジでさ、朝のホール&レスポンス寝てるよな。ホール&レスポンスって何？あのシンシン、これこうやんなって。ホール&レスポンスって言った？おじさんな感じ。ユイナは毎朝ビシャビシャで。毎日今日も言われてた。今日もビショビショやって。また言われた？今日私が言った。ビショビショやったから。あの振り向い倍速で見れて、倍速で見てたよな。いいか。あれはトーク部分を早くしてた、アニメも早くなっちゃっただけ。YouTube 倍速で見る、私めっちゃ倍速で見る。でも飛ばしで見るかも。 TVer も 1.25 でやば、飛ばしちゃうかも、うん、もう行き急いでるやん。あー、いかにゃん、いかなでした。行きは急いでないよな、行き方を充実するためにせっかちやね。なるほどね、無駄な時間を。それはそう、大事、見習わなあかんわ。そうそう、でいかにゆっくりできるか。そうやね、家でゆっくりするためにせっかちやねんな。なるほどね、そういうもん、そういうもん、うん、やっぱ効率よく動いて自分の時間が欲しい。そういうこと、ほんまにせっかちしかおらんからな。そう、ほんまにせっかちですね、うん、原さん以外6期は、うん、でも原さん大阪の街歩くのめっちゃ早い。足長いからめっちゃ早い。しかも足長いプラスちゃんと回転も早いね。回転足の回転え、でも心身も早いで。マジ？え、心身早い？早い、めっちゃ早い。そう、街中で見かけて、あ、心身って思って。あ、確かに一人の時は早いかも。十字路やってんけど、あのこうハルクが直進してて心身が通り過ぎていく方やってんやんか、うん、もう見つけたと思ったらすぐ消えた。ハルクも早い方やねん。でもそれでも追いつかんかった。いや、ハルク確かに先頭じゃないと嫌や、人の。わかるわかる、なんか前に人おると嫌やってなるよな。わかる、ムズムズする。確かになんか動線考えちゃうな。なんかあの人これぐらいで来てそうやから、これぐらいにここ行っとけば行けるかとか。細い道とかさ、なんか前にちょっとゆっくりな人おったら、もう先にスッて通ってちょっとゆっくり歩くみたいな。めっちゃせっかちやん、みんな歩くのはせっかちかも。え、早着替えもさ、私も更衣室入る前にもうなんか全部脱いでるもん。わかるわかる、もうやばい、めっちゃわかる。え、はるか、あのこれあれやけど、うん、あの公園のゲス、うん、もう革ジャン、うん、暑いし暑い、ね、脱ぎにくくなんねん。だからもう履けてる途中でなんならちょっと脱ぎ始めた。わかるわかる、暗いで、暗いからもう見えてないのよ、言うたら、うんうん、もう脱ぎ始めてる。私も MC でどうぞって暗くなった瞬間、前のボタンベンって開けた。そうやんな。あ、うちめあのピアス行かれたらこれピアス、ピアスでもピアス一番効率悪くない？落としそう、落としそうな。そう、そこやな。
でもでもやっぱ早着替えは大事ですから、やっぱね、いいものをお届けするためにはちゃんと着替えないといけないわけですから、うん、プロ意識です、これは。そうです、そういうことでしょ。そういうことです、そういうことなんですよ。ううです、あ、今日の注目ポイントやんって来てる。今日はどうかな、やできひんでも今日、確かに今日は、今日は何かわからんもんな、はるかかな、はるかかな、今日ははるかかな、もしかしたらゆいなかもしれない、それともゆいなかな、あ、私、いや、しんしんかもしれない。今からゲス覚えるのも地獄すぎやな。いや、マジでほんまに大変やったゲス。もう二度としたくない。バリ言われてるよ。だってめっちゃしんどいし、めっちゃしんどい、めっちゃ暑いし、衣装重いし、もう最悪です。この間前やった時に、かけた時にしんどすぎて、顔真っ青になってたらしくて、トレーナーさんから大丈夫、倒れそうな感じやねって言われて、マジゲスほんましんどい、ほんまにしんどい、しんどいし、ほんで怖いし、そう、怖い、あれセリ怖いし、足上がらんし、私ほんまにめっちゃしんどい。あれは、え、アンジュめっちゃ服かわいい、え、それだった、今めっちゃ見てた、かわいい、なあ、めっちゃかわいい、いいな、嬉しい、いいなって、いいな、それ写真撮んの、撮ります、あ、いいね、しよう、それだけ最高撮んの、うわ、撮っとくかな、あれすごかった、あのリボンのやつ、リボンの、ちょっと時間かかるんですよ、そう、マジ、だからもうやらない、もうやらない、次クラブでやってや、じゃあそろそろ終わろうかな、じゃあ全員でお願い、ちょっと待ってよ、13位あんたがゆいなを待ってくれるって言ったよ、ゆいな、ゆいな、ありがとうございます、11位青い友達ありがとうございます、しげやんさんありがとうございます、確かに見えないのもどかしいよね、めっちゃ可愛い、きっとインスタに載ると思うので、ぜひみんな見てください、すっごいやかましいですね、いきなりやかましい、セリ、セリ市場みたいな感じですけれども、言うてますけど、お腹すいた、え、マジお腹すいた、ピザも食べたい、食べたい、ピザもう遥かは動けない、今日何曜日、水、水か、大丈夫、ゆいながおるって。やっぱりお茶もとくひみばろはるか、レコちゃんの配信でからリハーサルまた戻ります、ありがとうございました、あ、そっか、ゆいなまだあるんや、そうやで、そうや、あなたは帰れるからいいと思うけど、私はまだリハーサルあるんだよ、私はもう帰れるんですよ、そうなんです、私はまだリハーサルあるんです、大変、あと2時間、まあ1時間で終わらすけど、そうやな、うん、1時間で終わらすで、マジで絶対終わらすからな、さっきうちがやった時も1時間ぐらいか、もう超楽しかった、いいな、めっちゃもうこれこれってなりましたね、でも全然振り起こししていった、ほぼしてない、あ、じゃあ大丈夫、うん、全然してないから、頑張って、私も5回は見た、お疲れ、そうなのよ、明日うぽちゃむ、うぽちゃむと君まろです、あ、出前好きやって、ありがとう、どうも、出前コンビでやらせてもらってま す, てます、次いつ泊まられんの、ライブ終わりやろ、ライブ24終わりってこと、え、どういうこと、それはさすがに違う、そうじゃなくて、うん、24以降ってこと、あ、そう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 、それはちょっとしんどいわ、うん、24終わってからちょっとしんどいな、じゃあ、あの誕生日会して、あ、20、あれゆいなの家で、分かった、よし、ケーキと、うん、ピザと、うん、何、プレゼント大会、プレゼント大会、プレゼント大会、ういうこと、クリスマスしてな、クリスマスパーティーってことかな、みんな、さあ楽しみ、ドラさんロッキーの誰か呼んで、誰やろ今回は、来るかな、でもシンシンはふっかりやから来そう、はるかもでも行きたいってずっと言ってもな、あ、レイさんも来そうやな、わ、来てほしい、レイさんも、なんかレイさん確かに言ってんな、ずっと言ってるけど、この前ジャカルタ行ったからこれで、あ、そっか、そうそうそう、で、若田もなんか行きたいみたいな、そうや、でそこらもうみんなで誕生日パーティー会してくれんの、うん、なんか、あの、にゃんこにも言ったら、みかにも来そうやけど、うん、マジで、アーノも近いしな、わからんけど、マジみんな
めっちゃ楽しいやん、うん、そんな盛大にお祝いして、じゃあ飾り付けしといて、いいえ、それはいや飾り付けしてパルになんか可愛いの着させといて、うん、多分10秒で撮れるわすぐ振りますかこっちユイナに似てるからな、そういうとこも。いやいや、つけたくないね。お、15分経ちました。そうやで、こっちも。じゃあ順位を発表します。13位ゆきひらさん、ありがとうございます。12位ワイパルさん、ありがとうございます。11位たまさん、ありがとうございます。10位しんさん、ありがとうございます。9位たつまきさん、ありがとうございます。8位ななきさん、ありがとうございます。7位さかさん、ありがとうございます。6位ゆうじろうさん、ありがとうございます。5位かみよさん、ありがとうございます。4位やなぎさん、ありがとうございます。2位しじまーるさん、ありがとうございます。2位大工さん、ありがとうございます。1位ひさおさん、ありがとうございました。さあ、じゃあリハ明日は本番です。わあ、意気込みをどうぞ。頑張る、手羽先食べるぞ。確かに絶対食べる、手羽先。差し入れ手羽先ください。よし、手羽先、手羽先、味噌カツ、ひつまぶし、手羽先、名古屋イエーイイエーイ。あとなんかあるかな。頑張ります、まあ、頑張りたいです、はい、頑張ります、頑張ります、バイバイ。